行こうか。さあ、ということで追放選挙を再開していきましょう。はいはい、カードでしたよね。観覧車ですよ。おめでとう。ありがとう。つくなりアリスが不自然なテンションで俺たちを出迎えた。お待ちかね。お待ちかね。まあ言いたいことはわかるけどね、僕だって苦労してるんだよ。アトラクションの半分は壊れちゃってるし、どうしても被っちゃうのはしょうがないからね。まあアリス内の苦悩はあるでしょうね。だからこそ僕だけでも気持ちを盛り上げていこうかなって。大事大事。どうでもいいな。またそんなことを。もう終わった？そろそろ乗らない？うん、ああそうしよう。ノーリちゃん、おめでとう。ついにノーリちゃんへふっかけるようになったか。とーとー、かわいい。無駄にはしゃぐアリスに乗せられてノーリも少し楽しそうだ。これだよこれ。やっぱりノーリちゃんはいい子だね、君たちとは違って。それだけは同感だよ。もうね、全然違うよ、ありとあらゆるところが。本当に嬉しそうだね。ノーリを褒めてるのか、それとも俺たちをけなしてるのか。いやいや、どっちが上とかは関係ないよ。どっちが好きかは別問題だけど。乗せられてるよ、カナメ。確かに相手にする必要もないか。ノーリが楽しそうにしているからつい話し相手になってしまった。よし、乗ろう。乗りましょう。うん、お空の旅楽しんでね。さあ、ということでカード H を手に入れました。カード A を手に入れました。空が朱色に染まる。楽しむ余裕のある時間も終わり、やがて夜が来る。まあ詳細に話していきましょうか。まとめる意味も込めまして、じっくりこう。部屋に戻りくつろいでいると瞬く間に時間が過ぎていく。だがやるべきことはまだ残っていた。ノーリがソファーでいつも通り眠って、それをベッドまで運んだ後は気持ちを切り替える。それで誰になったの？イチカと向かい合って今後のことを話し合う。アリスに聞かれているのは承知で、最近は妙な言い回しも特にしなくなっていた。一度受け入れた主張だけに、たとえアリスに責められても誰を殺すかそう思ってるかだけの問題にすり替えるだけで、ここまで来たら気にするほどのことでもない。まあそれだけ人数減ってますからね。誰にしたの？と聞かないだけの配慮は残ってるみたいだけど。ユリゾのしほりにした。うん、いい考えだと思う。いちかに危険がありそうだったからね。心配してくれるのは嬉しいけど、私はあんな女には負けないから。もしそれだけが理由だったら。勝たれても困るんだよ。君が勝つってことは殺すことになるからだね。そういうこと。でも忍者寺一世はどうするの？いやー、一世さんはね、最後のお楽しみですからね。脳裏に執着してるように見えるから、脳裏を外に出さなければ大丈夫だと思う。どうして脳裏ちゃんなの？それさえ分かれば対処もできるんだけどね。そうですな。じゃあ先に殺しておいた方が良かったんじゃない？でも一世さん動きづらくなるんじゃないかな。しおりさんとイズくん二人使ってノリちゃんを誘導させたっていうか、そんな感じだよね。ノリちゃんがまあ一人でに出て行ってしまったならば話は別なんだけど。それよりもまずはユリゾのしほりだと思ったからね。カナメ、俺の判断だ、信じて。違う、ありがとうって言いたかっただけ。
どういたしましてっていうのは変だけどね。それじゃあご飯にする？あやらゆずきのことは聞かないの？話すつもりなら聞くけど、彼は多分大丈夫なんでしょ？まあ廊下にいるぐらいだもんね。まあそういうことだね。さあ下からノーリー。ノーリちゃんが起きたみたい。じゃあご飯にしようかね、ノーリん？やることは決まった。あとはそれに向けて動くだけだ。さあということで前日ですね。いやー一日が濃いな。おはよう、かなめ。おはよう、いちか。のり、朝ごはんをこれから頼むところだけど何か希望はある？いや、なんでもいいよ。そう言うと思った。そう言われると思った。あ、そういえば、いちかが受話器を手に持ったまま振り返る。時々ノーリちゃんって好き嫌いすることがあるよね。確かにね。ああ、うん、あるね。ちょっと試したいことがあるんだけど、いい？試したいこと？試したいこと？それは構わないけど。すぐにわかるよ。それで、結局何だったの？いちかはじっとノーリのことを見つめていた。やっぱり。何かに気づいた？どういうこと？これ前に頼んだのと同じメニューなの。そういえばあの時は美味しそうに食べてたよね。ノーリちゃんが嫌そうな顔をするのって一度食べたことがあるメニューばっかりな気がする。そういうこと？じゃあこっちをどうぞ。いちかが自分の皿とノーリの皿を交換すると、何事もなかったようにノーリは食事を続けた。マジか。いちかのは何だったの？私が頼んだのはまだノーリちゃんが食べたことないメニュー。新しいもの好きなのかな。そうかもね。でもそうなると次は何にしようかちょっと迷うかも。だんだんきつくなってくるやつだよね。食べられないものとかアレルギーじゃないだけよかったと思う。まあそれよりはいいよね。そうだね。さてさてと。あ、もう行く？そのことなんだけど、今日は一日部屋で過ごさない？マジか。ってことはカード閲覧ってできるんだろうか？急にどうしたの？いや、あの3人にはもう会ったし、今日は一日ここでゆっくり過ごしたいなって思って。え、濃い一日の後は。なんかとてつもなくすぐ終わってしまう。あまりあの3人には会いたくないというのが正直なところだった。まあ分からなくはないけどね。外に出なければならないこともあり、絶対に会わないというわけにはいかないが、接触する機会は減らしたい。もちろんカードを探しに後で外には出るけど、それまでの話。ってことはカードは溜まっちゃうのかな。ねえねえノーリちゃん。ん？今日はカナメが一緒にいるんだって、嬉しいね。かわいすぎるんだけど。かわいすぎか、この子たちは。ノーリの昼寝を眺めたり、いちかに残った思い出を語り合ったり、そんな風に穏やかな時間が過ぎていく。そろそろかな。俺がそう言うのとノーリが立ち上がって背伸びをするのがほぼ同時だった。出かける？そうしよう。準備はすでに済んでいる。と言っても着替えも何もない。気ままに外に出て気ままに乗り物に乗るだけだ。
こんな時間までは彼らもストにはいないだろう。さあ、ということで、行きますか？多分このタイミングじゃないと、専業になってしまう可能性もありますからね。さあ、ということで、まず一つ目、白州様の続きですね、おそらくですが。読んでたらごめんなさい。両親が死んでから半年は目まぐるしく過ぎていった。生き残った幸運に感謝したこともあった。逆に生き残った罪悪感に押しつぶされそうにもなった。だけど、こんなことは些細な、どうでもいいことだったと気づかされた。それを知ったのは偶然だった。双子はいつものように大学にも行かずに、家にこもりがちになっていた僕のために食事を作りに来てくれていた。こんな年下の小学生の女の子に頼るつもりなんてなかったはずなのに、気づけばそうなっていた。最初にどうして断らなかったのか。料理ができましたらお呼びいたしますので、それまでお待ちください。ごめんね、二人とも。白州様、どうかお気になさらずに。私は白州様のためなら何でもいたしますわ。うん。お部屋にお戻りになられてはいかがですか？そうですわね。顔色も優れないようですから。少しお休みになられてはいかがですか？疑問は何度も頭に思い浮かんでいたけど、いつしかそれが自然になっていて、彼女たちに全てを委ねて考えることを放棄した方が楽だとも感じていた。僕は双子に言われるままに部屋に戻ってベッドに寝転がっていた。それは本当に偶然だった。僕はおかしな夢を見て、唐突に目を覚ました。どんな夢だったか、すぐに忘れてしまったけど、確実なのは双子の夢を見ていたことだった。喪服の黒と晴れやかな二人の笑顔。それと両親の死。いくつかの場面が飛ぶように過ぎ去って、最後まで記憶に残ったのは二人の笑顔だった。僕は震える足を押さえつけながら部屋から出ようとした。その時何も考えずにドアを開けていたのなら、その後の僕の人生は変わっていただろう。ただ僕はそうしないでドアの前でじっと息を潜めていた。かすかに聞こえた少女たちの歌うような囁きを聞くために。怖いぞ。なんて愛おしいのでしょう、白州様のあの憂い顔。笑顔も素敵ですが、白州様にはやはり優秀がよく似合いますわ。二人はクスクスと少女らしい笑い声を上げる。このまま私だけのものにしてしまいたい。お姉様、それでは約束が違います。もう二度と同じ過ちを繰り返すわけには参りません。わかっていますわ、母者。お兄様の時のようなことは私もごめんですわ。僕には二人が何を話しているのかわからなかった。いやー、やばい。よね、これ知ってると、やばいやつにしか思えないやつだよね。ただ、僕を愛おしいと素敵だったと言った二人の声色も、小鳥のさえずるような笑い声も何もかもが不快だった。今度は時間をかけて、確実に。二人は交互にそう言っていたけど、最後の言葉はほとんど同時に重なるように聞こえた。白州様を私のものに。白州様は私のものですわ。そして二人はまた笑った。怖え。怖えよ。そのためにお邪魔な二人には消えてもらったのですから。悲しみに沈む白州様はなんと美しいんでしょうか。そして再び白州様に笑顔をもたらすのは私の運命。もう二人のどちらが喋ってるのかもわからなかった。邪魔な二人？消えてもらったというのはどういうことだ？まさか僕の両親のことなのか？僕はドアを開けて二人に詰め寄った。今のはどういう意味？説明しろ、アーシャカーシャ。声はどうしても震えてしまったけど、怒りがそれに勝った。二人はどんな顔してあんな話をしていたのか、それを知るために二人の前に出たつもりだったけど。あら、白州様、どうかされましたか？もう少しお休みになってはいかがですか？顔色も優れないようですが。ごまかすな、今の話は本当なの？消えてもらったって？お二人って僕の。
まだ寝ぼけてらっしゃるようですわね。ねえ、そんな話しておりません。嘘だ。二人の笑顔が怖かった。このまま、さっき見た夢の続きのように忘れてしまいたいと思った。あるいは、二人がそれ以上何も言わなかったら、そうなっていたのかもしれない。何か言ったのか？だが、二人は続けていった。仮にそうだとしても、証拠はありませんわ。怖え。私に限って、そんなミスを犯すことはありません。ですから、白秋様、そんな些細なことはもう忘れになって、これからも私たちと一緒に暮らしましょう。いいえ、母さん、忘れてしまうのは残念ですわ。白秋様の悲しみは当然のもの。いつまでの白秋様の心に残り、それを糧にしてこれからも美しくあるのか、正しいお姿かと。理解を追いついていなかった。ただ、二人は僕の両親を殺したことだけは嫌というほど理解させられた。その日から僕は復讐のためだけに全ての時間を費やすことになった。こっから始まったってわけか。あんなことがあったのに双子の態度はそれからも変わらなかった。あの話を本当に忘れたかのように、勝手に僕の家に上がり、食事を作り、いたわるような言葉を口にした。お前たちを必ず殺す。僕がそう言った時も二人は笑っていた。不気味すぎるよね。それは不可能ですわ。私と白秋様は永遠に結ばれる運命なんですから。ナーシャは夢見る少女のようにどこか遠くを見つめながら。白秋様に殺される？カーシャは頬を染めながら、伏し目がちにうつむいて。そしてその事故は起こった。僕は二人を殺そうとして何度も失敗を繰り返していた。二人いるとはいえ小さな少女を殺すのに、どうしてそんな失敗を繰り返すのか本当にわからなかった。ただ、一つ言えるのは、二人は慣れていた。殺すのにも、殺されるのにも。刃物を持って襲いかかっても簡単にあしらわれ、事故を装うにも気づかれた。だからあれは本当にただの事故だった。僕は二人を殺そうとして、彼女たちのおばを殺してしまった。僕が最後にたどり着いた二人を殺す手段は毒だった。気づかれないように、そっと忍ばせた毒も二人にはお見通しだったらしい。それすらもか。二人はその毒を口にすることなく、ただ無関係な女性を一人、僕は殺してしまった。その時二人が言ったことを僕は一生忘れないだろう。これで同じになれましたわ。死体はこちらで処理いたしますので、白秋様は何の心配もなさらないでください。理解ができなかった。理解をしてしまうのが怖かった。それでも聞かずにはいられなかった。どうして君たちはこんなことができるんだ？返ってきた答えはやはり僕の理解の範疇を超えていた。すべて白秋様を愛しているからこそなんです。すべて白秋様のためなんですわ。だが嘘をついていないのはなんとなくわかった。いやー、マジで言ってるだろうからね。怖いよね。その時生まれて初めて人を殺したいと心から願った。そしてその狂気に身を委ねることの心地よさにも気づいて愕然とした。同時に僕は笑っていたのかもしれない。だから僕は二人との不毛な会話の最後に、その狂気に任せて一つの提案をした。提案。お前たち殺し合え。生き残った方を愛してやる。そういうこと言ったのか。あからさまな嘘に双子は目を輝かせた。まあそういうのは乗るだろうね、あの双子なら。そして再び僕は絶望した。双子は笑っていた。目から血を流し、痛みに耐えながらも笑っていた。彼女たちを殺す方法は本当にないんだろうか。二人を同時に、確実に殺す方法は。二人ではなく三人なら？ほんの一瞬でもいい。僕より双子が先に死ぬのならそれでよかった。それとも僕が先に死ねば、彼女たちに最もダメージを与えられるのか？それから僕は少しずつ新しく用意した毒を染み込ませていった。二人に悟られないように少しずつ、奇妙な愚痴と自虐的な快感の中で、
毒に蝕まれていく自分の体をただ遠くから眺めていた。ひょえー、恐ろしいなこれは。あれ待って、アーシャってあったっけ。なんかもう開幕から伏せ字があるあたり怖いんだけど、これカーシャの名前かな、伏せ字になってるのって。白秋様を初めて見た時、運命というものの存在を確信したんです。これほどの愛を自らのうちに感じたのは生まれてから2度目。日の光を受けて輝く絹糸のような栗色の髪と、素の髪を撫でつける細く白い指先、わずかに明けに染まった唇が動くのを見るたび、最愛の人を思い出しました。それは不幸な事故、あるいは悲しい過去とも言える悲劇でもありましたが、同時に白秋様と私をこうして引き合わせるために存在した運命の一部だったんだと、その時感じたんです。そして神など存在しないこの世界にも奇跡が起きるんだと。さすがに抱き合ってよく似てるんだね。双子かな。それよりも白秋様、これからお散歩にでも行きません？まだ慣れない土地ですので知っておきたいんですわ。怖い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 。あーごめん、一度に話されても。ゆっくりお願いできるかな。室内でくつろぎたいのでしたら紅茶を入れますわ。ロシアンティーはご存知かしら。日本語上手だね。そう言っていただけるのは光栄ですが、私などまだまだですわ。そうかな、でも本当に全然おかしなところなんてないと思うけど。いいことを思いつきましたわ。私の家庭教師になっていただけませんか？いや、これもしかするとだけど、カーシャが喋ってる部分かな？完全に伏せられてるところって。そのことがきっかけとなり、私と白秋様の時間が動き始めました。輝くほど美しい未来と愛に満ちた日々の始まり。しかしそれは後の悲劇を生み出すきっかけでもあり、また私の美しい世界を傷つける原因ともなりました。この世界に存在するたった一つの異物、鏡アースの醜い虚像、存在する価値のないあの子だけが唯一の気がかり。あの子が再び私から大切な人を引き離そうとするのは確定した未来でもありました。もう二度と同じ過ちは繰り返さない。そう、存在しない神に誓ったんでした。カーシャ側出てきたら、なんかもっと展開していきそうな感じもしますね。とりあえず二つ見たんですが、まあ一応チェックしますね。さあ、ということで、見てきました。特にね、あとは大丈夫だったんで、ひとまずこれでって感じですね。で、今から新しいカードを手に入れに行きましょう。考えてみれば、はい、カーシャ、出てなかったね。アーシャ、カーシャ。二人いる。さあ、カード H。カード E。何事もなく、今日のカードも集められた。カードを受け取り、騒がしいアリスを無視して歩き出す。する。今日の晩ご飯は何にする？いちかは歩きながら、おなじみの質問を繰り返す。何でもいいけど。けど？けど？おなじみの答えに少しだけ付け加えたくなった。ノーリが食べたいものって何だろう？今朝、そんな話をしていたのを思い出していた。新しいものになるね。それじゃあ俺も食べたことがないものとかにしてみようか。いい機会じゃない。でも要って好き嫌いないよね。食べたことないものってある？俺の知らない料理とか、聞いたこともない外国の料理とか。
でも名前の知らない料理は頼めないんじゃない？注文できないし。どうなんだろう。アリスの可能性を信じてみるのも一つじゃないかな。それもそうか。なんか聞いてそうだよね。何より、ひょこって出てくるかなって思ったら出てきませんでしたね。ごめんなさい。結局ノーリがまだ食べたことのない料理をいくつか選んで注文した。ノーリは相変わらず美味しそうに食べて、俺と一華はそれを見て、結局新しければ何でもいいんだと改めて思った。あ、そろそろ部屋に戻る？明日はまた選挙だ。少し早いが、そろそろ部屋に戻って寝る準備にしよう。でもその前に、おやすみノーリ。おやすみなさいノーリちゃん。いやー、素晴らしいイラストですね。ベッドまでノーリを運び、一華と二人で廊下に出る。おやすみ一華。おやすみカナメ。今日も一日が終わる。明日は7回目の選挙だ。早めに眠って明日に備えよう。さあ、いよいよ C グループ初戦ですね。気合い入れてくぞ。Ha ha ha!